劉少期は、中華人民共和国の政治家、外遊高や古福などといった別名も使用した。第二代中華人民共和国主席などを務め、中国共産党での序列は、毛沢東党主席に次ぐ第二位であったが、文化大革命の中で失脚、非合の死を遂げた。1898年に、水南省のネイン豪圏で生まれる。1913年に、 調査に行き巨匠中学に入学。1920年に、湖南省の中国社会主義青年団に入団。1921年に、ソビエト連邦に入国し、モスクワの東方勤労者共産大学で学ぶ。同年、中国共産党に入党。1922年にはコミンテルンが主催した極東諸民族大会に参加。同年に帰国後、 厚生省の安源炭鉱のストライキを理律三らと共に指揮して闘争を成功させ、その後も主に労働運動で活躍した。1927年に党の中央委員に選出される第一次国境合作の崩壊後は中国国民党支配地域を中心とした様々な地下活動に従事、1934年10月より調整に参加し、 順議会議では、毛沢東を支持した。1935年の12.9運動の発生を受けて、東中央より河北に派遣される。1936年には、党の北方局初期となり、河北地区での抗日運動を指導した。1941年の観覧事変後壊滅状態となった新四軍の政治委員となり、軍の再建と、 家中地区の根拠地拡大に努めた。この間、党員の規律や指導についての著書、共産党員の収容論図を執筆し、同書は、劉の主張として広く党内で読まれた。<noise> 1943年、延安に戻り党中央初期どころの初期に就任。政府運動にも従事する。1945年4月から6月にかけて、開催された第7回全国代表大会では、 党規約の改正についての報告を発表し、この中でもう卓党思想という言葉を初めて公式の文書に使用している。また、この大会後、第7期党中央委員会第1回全体会議で、党内序列2位の中央委員、中央政治局委員、中央初期どころ初期に選出された。2> 第2次世界大戦。 および日中戦争の日本の敗戦後に行われた重慶での紹介席との会議に毛沢東が赴いた際には、ノベ安で党主席の代理を務めている。建国直前の1949年7月には、党中央代表団を率いて秘密裏にソ連を訪れ、スターリンと会談した。その主要目的は中祖両党間の意思疎通、関係正常化と、 新中国の国づくりの基本方針の説明とその了解を求めることとされる。中国国民党との国境内戦を経て1949年に中華人民共和国が建国されると中央人民政府副主席や人民革命軍事委員会副主席全国人民代表体会場務委員会委員長を歴任した。1956年9月 第8回党大会で政治報告を担当し、続く第8期一中全会で中央政治局常務委員に選出され、中央委員会副主席の筆頭に位置づけられた。1958年より毛沢東の指示で実施された大躍進政策が失敗に終わると、1959年に毛沢東に代わって国家主席に就任する。毛沢東は、 中国共産党中央委員会主席と中央軍事委員会主席には留まり、党内序列も手が一位、劉が二位であったが、国政の最高責任者についたことで、形式的には手を超える地位となった。この年には、ロ露山会議において国防部長の報徳会が、大躍進政策を批判する、上申書を提出、手がこれを反革命と非難して、法は解任されたが、劉は、 この解任決議に同意している。しかし、その後に故郷を視察した際、その疲弊ぶりに衝撃を受けた。北朝鮮を訪問する、劉少期1962年の7000人大会において、劉少期は、今回の大災害は、天災が3分、人災が7分であったと、党中央の責任を自ら認めた。この大会では出席者からの批判に、毛沢東も、 社会主義の経験が不足していたと自己批判を余儀なくされ、これ以降政務の一線を退いた。竜はこの後、闘争初期の党昇平と共に市場主義を取り入れた経済調整政策を実施し、大躍進政策で疲弊した経済の回復に努めた。こうした政策を、毛沢東が強制しすぎて、右翼日より身の誤りを犯しているという理由から何を焦っているのか。 足元が崩れかかっておるんだぞ。どうして支えようとしないのかね。私が死んだらどうするつもりだ。と批判したのに対して、竜が植えた人間同士がお互いに喰らいあっているんです。歴史に記録されますぞと答えたエピソードを、夫人の王手ルミが記している。すでに東中央に強い基盤を持っていた竜は、それゆえに毛沢東にとって厄介な存在であった。この時期、 国際的にはソビエト連邦との間で路線の対立が決定的となった。インドネシアなど周辺の非同盟諸国との結束を固めるため、竜は何度かこれらの国々を訪問している。大躍進政策の失敗で影響力を喪失しつつ、あった毛沢東は文化大革命を発動して権力の奪回を図った。竜正期は鄧小平ともに資本主義の道を歩む。 実験派の中心とされ、毛によって打倒の標的とされた。1966年8月の第8期11中前会において、毛は司令部を砲撃せよと題する実験派の党幹部打倒を支持する論文を配布した。名指しこそされなかったが、参会者はこの司令部は流暢期を示すものと察知した。同会議では、党中央政治局及び、 中央政治局常務委員会の改選が行われ、劉は政治局常務委員に残留したものの、副主席の任は解かれ、党内の序列も従来の第2位から第8位に下げられた。しかしこの段階では、劉はまだ自らが打倒される標的だと気づいていなかった。同年10月の中央工作会議で名指しの批判を受けると、これに対して劉は自己批判を行った。 この自己批判書は事前に家に提出され、家はよく書けていると評価したものの、その評価を隠されたままリークされ、それがさらなる批判の材料にされた。また、会議ではこの自己批判は承認されなかった。1966年末には竜を名指しで批判する大技法が北京市内に貼られた。 1967年に入ると、党の内外から公然と竜を批判する文書が出回り始め、実験派の最高指導者として徹底的な非難にさらされる。竜も自らの置かれた立場に気づき、1月に毛沢東と会って、すべての国家と党の役職から辞任し、国の混乱を終わらせ、農業をして暮らしたいという意向を伝えた。これに対して、 毛沢東は明確な返答を示さなかった。同じ月に中南海の造反派が竜の自宅の執務室に乱入するようになる。竜は造反派に屈することはなく論戦を吹っかけてきた彼らに対しその論理の矛盾をついて黙らせるなどしたが、造反派はその後執務室の電話線を切断した。これにより竜は外部との連絡を絶たれてしまう。ある日、 猛派に指示された後衛兵が龍の自宅に乱入し、龍とその家族に暴行を加えたとき、龍は中華人民共和国憲法を手にして、私はこの憲法に書いてある国家主席だ。あなたたちは今国を侮辱していると叫んだが、隣地から逃れることはできなかった。1967年4月1日、中央文化革命章祖の関本部が共産党の理論士、 後期1966年代期後期号に発表した評論愛国主義か売国主義か。歴史映画菅宮妃を評すが人民日報に掲載された。この評論では竜を中国のフルシチョフとそれとわかる形で非難。これをきっかけに竜に対する攻撃が激化し、大衆の前での批判大会に連れ出され、夫人と共に何度も必要な吊るし上げを受けた。 同年7月18日には、中南海の自宅が造反派に襲撃される。表に連れ出された龍は、造反派の批判大会で2時間余りにわたって、暴行を受け、批判を浴びた。7月18日の批判大会の後、夫人とは別の部屋に隔離され、事実上幽閉された状態になった。9月には、夫人が逮捕され、子供も自宅から追い出されて、龍和人が、 自宅に取り残された。この頃、龍が国民党との闘争期に逮捕されながら法廷闘争で出国したことや、抗日戦争の時期に指揮した偽装転校による党員の釈放などがスパイ行為であるという罪状がでっち上げられた。これらに基づき、1968年10月に開催された第八期拡大12中全会において、龍を 島内に潜んでいた敵の回し者、裏切り者、労働貴族として永久に中国共産党から除名し、島内外の一切の職務を解任する処分が決議され、劉は失脚した。自宅監禁状態であった竜は、病の床につくが散髪、入浴ともに許されず、警備員からも必要な暴行や暴言を受けた。竜の部屋には竜を非難するスローガンを記した紙が、 壁中に貼り付けられた。治療する医師からは病状の回復のために剥がす提案をされたが受け入れられなかった。上記の塔からの除名は竜の誕生日にラジオで放送され竜はそれを聞くことを強要された。それ以降竜は言葉を発しなくなった。過去の病歴のため竜はいくつかの薬を常用していたがそれも取り上げられた。多くの歯は抜け落ち。 食事や服を着るのにも非常に長い時間がかかった。1968年夏に高熱を発した後はベッドに横たわる状態となったが身の周りの世話をするものはなく衣服の取り替えや排泄物の処理などもされない状態であった。1969年10月17日、河南省海風市に移送。寝台に縛り付けられて身動きができぬまま。 暖房もないコンクリート剥き出しの倉庫部屋に遊兵された。受け持った地元の医師が求めた高度な治療に対し、上部機関はありふれた肺炎治療薬のみを投与するよう指示した。限られた治療の中で病状は悪化し、11月12日に没した。去年70。白布で全身を包まれた遺体は、開封の仮装場にて、劇症伝染病患者という扱いで、 死の約二日後の深夜に仮装に付された。遺骨は仮装場の納骨堂に保管され、その保管証には死亡者氏名、竜守木と記されていた。龍の死は当初は高級幹部以外の国民や国外にはほぼ秘匿され、外部からは生死不明の状態が続いた。その間、生存説が海外のメディアで報じられたこともあった。毛沢東の死後、 鄧小平が実験を掌握していた1980年2月、第11期後中前会において、除名処分が取り消され、名誉回復を果たした。龍が1969年に開封で病死していた、事実はこの時初めて内外に広く知られることになった。4人組逮捕後になされた、文覚期の迫害者に対する名誉回復としては、遅い部類に属する。 かつて極めて激しい断罪と共になされた党からの永久追放、除名処分の取り消しには時間を要したためである。同年5月に追悼大会が開催された。この席で、鄧小平は追悼の辞を述べたが、その中には、劉正規同士も活動において、若干の欠点と誤りがあったという一説が含まれ、その真意が議論を呼んだ。しかし、詳しい説明はなされなかった。 この追悼大会後、遺言に従い、大手ルミラによって遺骨は中国海軍の艦艇から海に散骨された。2016年2月、NHK の海外放送で NHK スペシャル新映像の世紀が放映されたが、中国国内では流暢機が映った場面などで突然と画面が真っ暗になり、音声も聞こえなくなるなど番組が、 断続的に中断される事象が発生した。劉少期は生涯に6度の結婚をした。やはり生涯に4度の結婚をした毛沢東とはくしくも符合する点がある。最初の妻が親に決められた形式的なものであったこと、二人目の妻を国民党との闘争で失ったこと、最後の結婚が延安時代で相手と約20歳の差があったことなどである。最初の妻は 劉少奇の故郷の隣村の朱という娘で、見合い結婚だった。子供はいなかった。二番目の妻は1922年に結婚した、何しげる邸で、息子の劉誠武氏、劉誠赤と娘の劉愛ごとの三人の子供がいる。国民党に逮捕され、1934年に南京の刑務所で死亡した。劉誠武氏は、ソ連留学中に現地の女性と結婚し、 男児、ファイ、中国名、劉忠康氏を設けた。劉誠武マコト・タケは帰国して、核兵器の開発に関わったが、1967年の父の失脚に伴い迫害を受け、同年11月21日に、鉄道線路に身を伏せて自殺した。蔡氏は、一旦中国に渡ったものの中国での生活になじめず離婚し、ソ連に戻った。 アレクセイはソ連軍の軍人となった。アレクセイの娘であるマルガリータ・フェドートワは、劉霊たちという中国名を持ち、2016年、現在は中ロ両国の交流に携わっている。3番目の妻のシャヒは海南省、文省の漁師の娘であり、劉少期と共に北伐に参加した。子供はいなかった。4番目の妻の大前は、新四軍の看護師だった。 息子の龍久もちんと娘の龍藤がいた。大前は大人になった自分の娘をそそのかして、龍正旗を批判させた。五番目の妻の王権は、首都区夫妻から紹介された。王権の健康上の理由で、結婚生活は数日しか続かず、子供はいなかった。龍正旗は王権を中国東北部に送って療養させた。六番目の妻の王テルミトは1948年に、 結婚し、二人の間には、長女劉平平、長男劉玄、次女劉帝、三女劉少将の四人の子供がいた。最後の妻となった王テル美とは円満な家庭を築き、この点に関しては、毛沢東が生活秘書である複数の若い女性の世話を受け、妻の後生との家族的生活のない状態に陥ったこととは対照的であった。竜と王は、 以前の妻との間の子女とも分け隔てなく接し、家族と団らを楽しむ竜の写真が複数残されている。しかし、文革期に前妻との間の娘が、後世らの一派にそそのかされ、父親を批判する文書を発表し、竜はそれに痛く憤慨したという。1967年8月5日、天安門広場で開かれた竜と王の批判大会で、夫妻は、 公衛兵から暴行を加えられたが、わずかな合間に手を握って、目を合わせ、それが二人の別離になった。また、家族での食事中に子女が、食後に公衛兵による遠征に行くと話したところ、本棚から、中華人民共和国憲法を引き出して、4級の破壊は構わないが、家宅侵入や説盗、暴行は許されない、自分は国家主席だから、 国の法を守る義務があると悟した上で、私にはお前たちを止めることはできない。だが、私はお前たちに本当のことを言う義務があるし、お前たちの行動は私の責任でもあるのだと述べ、それ以後子女は遠征に参加しなくなった。ーテルミとの間の男子である、劉玄は中国共産党中央委員、中国人民解放軍上昇。 中国人民解放軍総合勤部政治委員となった後、2015年に退役した。批判の過中にあった1967年1月、憔悴しきった劉少奇は毛沢東に面会し、辞職して陰遁したいと申し出た。家は終始同情的な態度で接し、ゆっくり休んで自身を再教育せよ。ヘーゲルともう一人の本を読んではどうかと答えた。その直後、 ケは龍が迫害されている方を受けたが、目殺した。さらに、龍が最悪の環境の中で病に倒れると、政治的に一線を隠すとも、生活水準を下げてはならぬ。と言明し、寛大さを示して、自身が迫害に関係していないポーズを通ろうとした。幽閉中の龍は病気となり、家族に会うことも叶わず、手足も不自由となり、 着替えや食堂に移動するのにも1時間近くかかるほど衰弱していた。それにもかかわらず、監視する兵士は助けようとしなかった。やがて竜は既得に陥ったが、当中央は迅速に対応して治療を行ったため一命を取り留めた。だがそれは生きているうちに竜少期を当から除名して、地軸を与えよという後世の指示によるものであった。ありがとうございます。